なんでこんな荒れてんの。完全に様相が変わったな。おお、困ったなこれ。今わーって風来た。聞こえる。やっぱり誰か喋ってるよ。いやまずいって。みんな聞こえた。今大きくなったよね声。前回も聞こえて今回も聞こえるって言うんだから多分取れてると思うんだ。はい、久々で、もともとが一人怪奇大作戦というタイトルなんですけど、先月はなんかいろいろイベントとかがありましたんで、それの告知という名目でいろいろ逃げさせてもらいまして、久々に一人で向かっております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。高かった一人勝ち始まり、一人勝ちじゃねえよ、一人怪奇大作戦始まりました。ありがとうございます。4月1日ね、すごかったですね。すごかったっていうか、そのついに次の連合が決まったと。うん、でみんなね好き放題言ってましたね。なんか案がある、安いっていうかね、安全の案があるだろう、永遠の A がつくだろうとか言って、もうなんかもうそれらしいこと言ってましたけれども、令和ってどうでもええわみたいなリズムで音ですな。ねえ、万葉集から取ったと。ね、日本のそのなんて言うんでしょうか、独自のね、その要は大和の言葉をずっとこの採用しなかった中、初めて大和言葉をね使う、大和言葉でしか使ってない万葉集から取ったというような形で令和というようにしましたって言ってますけども、万葉集って結構漢文とかありますけどねあれ誰だこのみんな、この前食事してたら、外食してたらですね、後ろのおじちゃんがすごく力説しておりまして、万葉集はね日本のあれだから、日本語しかないから初めてだよ、中国のないのはとか言ってるんですけど、いや確かに中国のもあったような気がするって言ってね。まあ私万葉集はよく分かりませんから偉そうなことは言えないんですけれども、ただその昔からなんで日本の言語なのに、漢文のとこから取るのかなとかいうような疑問はね、だいぶ持っておりましたので、今回はでもね非常にそのなんていうのかな、いい、僕はすごくいい音だなっていう、いい音だなって思いましたね最初。令和っていうのはね、レーナとかいうのはよく言いましたね、女の子でね、風俗嬢とかでねレーナでーすとか言いながらね、いましたんだけど、一瞬それもよぎったんですが、さすがにそれは不敬にもほどほど甚だしいと。で、レーナと言われてる人らに失礼だろうと、いうので思い直しまして、あれなんですけど、私非常にですね、言葉のそのリズムとか、その、なんていうのかな、そういうのにものすごく、こだわっておりまして、俺の方が正しいと思ってますからね。例えば大断言ってなんか気持ち悪いじゃないですかリズムが。俺は絶対その大演壇の方がなんとなく丸く収まってるような感じがしてそっちが正しいと思うんですよ。そっちが正しいと思うんですよ。これ大演壇の方がなんとなくおーみたいな、大断言ってなんか違うなっていうのを思うんですよね。ほんであとはその何 CM であるじゃないですか、なんだっけ CM、 なんか変な動物ミラバケッソっていうやつミラバケッソって言って、なんだろう、首の長い動物、もうど忘れしちゃいましたけど、あれがミラバケッソって喋る CM があって、で俺はずっとミラバケッソって言ってたんですけど、みんなからミラバケッソじゃないよって言ってじゃあなんだよって言ったら、なんかあるらしいんですよ
未来をなんとかするなんとかとか言って、でも僕はミラバケッソの方が絶対にリズムがいいって言って、もうそれしか言わないっていうね。いやいや本家がそ元がそんなこと言ってないんだからあんたが間違ってるでしょとか言うんですけど、もうそんな、ま、そんな俺が決めることでミラバケッソの方が言いやすいじゃないですか。というのでね、5月から令和になるわけですね。ね、一個だけ直してほしいのは本当に風俗のお姉さん、キャバクラのお姉さんみたいなリズムがちょっと嫌だなっていうふうには思ってます。令和でーすとか言いながらね、あ、令和ちゃんどうもどうも座んなさいよみたいな、そんなような形なのがちょっとあれなんですけどもね。おー、すごいですね、今年令和元年。なんかね、何でしたっけ、平成の西暦あるじゃないですか、今今年19年ね、19年あるじゃないですか、これを12足すと平成の元号になるらしいですね。うん、だから例えば来年2020年じゃないですか、で平成だったら、本当だったら平成32年じゃないですか、これは20に12足すと32だから、あれ平成だったら何年だっけとか思ったら、その西暦に12足せばいいんですよ。そうすれば出るんですって。うん、じゃあ令和はどうなんだ、うん、今何年だっけ、うん、ね、令和は今令和何年だっけ、うん、あ、違う、ごめんなさい、間違えた、なんかあったんですよなんだっけ、あ、そうだそうだそうだ、西暦に違う違う、元号に、18足すと西暦の下が出るんですよ。うん、例えば今年令和元年じゃないですかね、ほなら、今年元年で18、18足すじゃないですかね、18足すとどうなるの、全然違うなごめん全然違うわまあなんかそういうのなんかあったらネットで調べてくれ。12を足したら、12引いたら、あ、12足したら平成になると。ほんなら確か18に何かやるんですよ。で18に何かやると何かが分かるんですよ。なんだっけ、18、2年、20年、18、あ、そうだそうだ、18を足すんですよ。だから、令和元年っていうことは1年じゃないですか。ほんなら18に1足すと2019年なんですよ。ほんで、令和、要は2年に、その18を足すと20、20年で、西暦2020年なんですよ。なんですって。そういうふうに、あれ今年何年だっけ、2000何年だっけっていう時は、その令和4年だったら18を足せば2022年なんですよ。うん、なんだって、うん、まあ両方知らない時もありますけどね。あれ何年でしたっけ2000何年だっけ、いや、え、じゃあ今平成何年、いや何年だっけとかいうのもありますからね。ねえ、そういうのもありますから、まあ覚えておいてくださいね。うん、西暦知りたかったら18を足す、うん、平成を知りたかったら12をね、西暦から12を足せばいいんです、うん、ねえ、まあ64という映画がありましたから、それと漢字でね、あれということは3月31日に生まれた子は平成最後の子なんだね。気張るかもしんないね、妊婦さんが、おらまだまだーみたいな感じでねあと3分みたいな感じでね、最後を狙うのか、なんていうんですか、トップを狙うのかっていうのってだいぶ気分が違いますね。うん、双子だったらうまい具合に産み分けたら笑えますね、本当にね。くだらない得してますね。もうということでね、まあ令和元年、
頑張りたいなというふうに思っておりますので、皆さん応援よろしくお願いいたします。さて、まあね、最近は4月1日といってもですね、まあ4月1日っていうのは恒例のエイプリルフールでございまして、私はもともとフェイクの帝王と言われる男ですから、基本的にはですね、何かを騙すというのが大好きでございまして、ほんで人に騙されるっていうことはあんまりないね。人に騙されることって本当にあんまりないんですよ。仕掛けられるっていうことがね、仕掛けてばっかりなんですけど、で今ね、結構ゴルフ場を手伝ってるって言ってるじゃないですか。もう僕が最年少なんで、まさかその先輩方をドッキリ仕掛けるっていうことは恐れ多いことはできませんので、やったわけですよ。仕掛けるわけにはいかないので、やられたっていう話をちょっとしたいなというふうに思いましたね。ちょっと揉めることがありまして、でその揉め事を仲裁するという形で私が依頼されたんですね。ほんで、まあこの話はその結局えらい高くついたっていう話なんですけど、って言って、でこの封筒に書いてる詳細書いてるから、タカさん時間が余ったら空いたらちょっと読んどいてよって言われて、うわこれマジじゃんってね、封筒の中に入ってるわけですから、ほんでさーっとトイレ行ってピャッと開けたら、ハゲは治るっていう新聞の切り抜きがありまして、くっそやられたって言ってやられたよね。えで、うわこの年っていうか俺がこういうのをやられたの、結構騙すより騙されるのが楽しいなというふうに思ってて、もうせっかくトイレで見てんだから、もうクソでもひねってやれと思いましてね、プリプリやってて、この生地を裏面にしてみたんですよ。ほなら裏面がちょうどなんていうんですかね、コンサートとかライブとかのそのイベントの告知、よく新聞にありますよね。ね、細川たかし賞みたいな、そんなの。で、そういうのだったんですよ。へえ、いろんな人がやってんだな。ね、氷川きよしもやってるな。ほんその中にね、ちっちゃくね、ビクター・ウッテンっていう、その黒人のベーシストのライブがありますよ、というような、その告知があったんですよ。ほんで、あれこのビクター・ウッテンってこれ聞いたことあるな、あそういえば平がもう神様だって言ってたベーシストだな、そうか、あいつも受験失敗して今年は来年ね、今年は浪人なんでね、浪人なんで、まあちょうどそのスケジュール見ると、そのライブの次の日から、まあライブのなんですかね、1週間後ぐらいからその予備校に行って、もうほんと缶詰状態で1年間やんなきゃいけないと。ほなもう遊ぶこともほとんどないだろうし、最後に連れて、これね、連れてってやるか、どうしようかな、パッと見たらチケット代が9000円なんですよ。ちょっと待てとまさか一人で行ってこいというわけにもいかずね、まあ誰かが付き合わなきゃいけない、まあ俺が付き合わなきゃいけないんですけども、それだと2万円飛ぶわけですよ。で場所がね、ビルボード東京って言って、おいこれ六本木のお前一番高いライブの会場じゃねえかよみたいなね、食事もしながらみたいなね、もう最高級の会場ですよ。ほんでもうね、六本木になんか駐車場なんてね、もう止めたら3000円とかいう世界ですよ。うわこれもう3万ぐらい飛ぶじゃんって言って、どうしようかね、っていうような形で家で悩んでたら、その部屋に飾ってたフレディのね、額みたいなのがガタンって動いたんですよ。で僕はフレディ・マーキュリーが守護天使なんで、多分フレディが連れてっちゃれと、ね、その要は18-19でビクター・ウッテンというね、世界最高峰のベーシストね、を聞きたいってやつなんていうのは、なかなか見どころがある
ぞってフレディが言ってるのかもしれないんで、はい、まあ、連れてっちゃれって言ったんだなと思ったんで、まあでもね、もう来週なんですよ。うん、その記事が古かったんで。で、世界、ビクター・ウッテンとしてはもうググってもらえばわかるんですけれども、世界最高峰のベーシストって言われてるらしいんですね。要は世界一のベーシストだと。というので、その、もうチケットもねえだろうと。で、ビルボード東京っていうのがライブ、普通のライブ会場じゃないので、そのディナーを食べつつ、ね、後ろの人は、まあ、なんか飲みつつみたいな、そういうような会場なんで、庶民100人いるかいないかぐらいなんですよ。ほんで、まあ、取れなかったら取れなかったで、まあ、ね、何万円か浮くから、まあいいか、みたいな話で、電話したらですね、本当に、田川様、ちょうど今、キャンセルが2枚出ましたって言って。いや、いいんですよ、別にキャンセルでもって言ったら、いや、今、ちょうど、本当にちょうど出ましたっていう。うん、どうされますかっていう話なんで、いや、もうじゃあ取りますって言ってね。ほんで予約できたんですよ。ほんと偶然。ほんで、おい、タイラーと、お前な、これから大変だろうから、ビクター・ウッテンさんのコンサートに連れてってあげますって言った時に、もうブルブル震えるぐらい、マジかーみたいな話でね、大喜びしまして、まあまあまあ、お前はね、その来週から地獄を見るんだから、地獄の浪人生になるわけだからね、せいぜい頑張ってくれたまえというふうに言ったんですね。やったー、でも浪人辛いだろうなーとか言ってるわけですね。うん、頑張ってな。ほんで次の日ですよ。ねえ、ゴルフ場でみんなお友達たらとバカ話してゲラゲラ笑ってたら、急に電話かかってきまして、とにかく出てくれ。うんと、家からかかってきまして、おお、やばいやばい、これなんか誰か死んだんじゃないかって。っていうふうに電話をしたら、親父、大学通ったって言いまして、何を言っとるんだお前はって。いや、補欠で通った。おーおーみたいなね、予備校のお金とかも全部払ったのに、なんだそれはみたいな話で、なんとか平大学合格したんですよ。うん、あ、本当にありがとうございますなんだけども、じゃあ、ビクター・ウッテンいるかみたいな話になるわけですよ。ね、浪人生で大変だろうから、最後連れてってやろうって言ってた私ですよ。通るんだったら別にいらねえじゃんって言って。うん。すっごいお金飛んできますからね、これから。うん、いや、それはお祝いで、とかなんて言われましてね。で、行きましたよ。もう、まあ、それはね、せっかくだから、まあ、俺もね、なんだかんだ言って音楽をやってるわけですから、世界最高峰のベーシストってどんなもんか見たろやないかい、みたいなね。うん。そんな感じで行ってきましたよ。うん。すごいですよ、ビルボード東京。もう六本木の一番いいとこ。もう夜景、プワー。うん。それをね、見ながらね、下の階の、僕らはもう上の階ですから。4階まであるんですけどね、俺らは3階4階な、4階5階なんですよ。5階まであるんで、ほら1階2階ね、まではもう上流階級の人たちですよ。で、僕ら3階でカジュアルって言ってね、ボロを食べるとしてもポテトですよポテトフライドポテトですよね。上の人たち、下の人たち、ほんともうすぐ下ですよ、人たちはステーキディナー食ってるんですよ。ならね、それを上から見てる俺たち。ワインなんかでもね、ちゃんと来るんですよ。マダムとか言いながらワインをする。ね、ノー、サンキューとかね、サンキューとか言いながら、このワインをね、こう見ながら待ってるわけですよ。もうね、それだけで惨め。なんかすごい惨め。トランペットをウィンドウショップっていうかな、ウィンドウ上でずーっと見てる黒人少年のような気分。なんで俺こんな惨めな思いしなきゃいけないんだろうって言って。ねえ、っていうような形で、すごく、絶対、本当にね、別にね、9000円の席なんだけど、あと3000円座れば下行けんですよ。行けることもないんだけど、ねえ、でも、パーッと調べたら、ディナーがバカにならない金額。うん、ほんでそれもね、なんていうのかな、相席みたいな感じだって。
これはこれできついからここでいいんだけど、ちょっと悔しいなって思いましたね。ね、ほんで始まったんですよ、世界最高峰のベーシストのビクター・ウッデンっていう人の1曲目、あれこれが世界最高峰みたいな感じ。うん、ギターがいてキーボードがいて、ほんでドラムの人がいて、ね、始まってるんですよ、バーンガンチャンチャンって、なんか全然真面目にやってる風な感じがしないんですよ。音もちっちゃいし、うん、なんだこれって言って、こんなに9000円も払うのか、うん、ダン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 でわーってなるわけじゃないですか。でも俺からすると、で、あれこれダメでしょっていう話なのね。うん、パッとタイラ見たらタイラもあれっていう顔してんですよ。もうビクター・ウッデンが出てきた瞬間にうわーとか言ってんですけど、ほんでそのこんなんで9000円ずっと続くのかきついなとか思ってたら、ドラムの人がカウントするわけでさ、ワン・ツー・フリーがガーンと始まったら、こ実は一曲通してリハやってたんですあいつら。公開リハですよ、公開リハでお金取れる人たちなんですよ。もうねえ、世界最高峰とか言われるそのなんていう敷居が高かったから、うん、あれなんだけど、それでもやっぱりすごい人音だったんですよ。でもこれが世界最高峰かよっていう敷居が高かっただけ。始まった瞬間にあれ俺こんなん聞いたことないよっていう音がガンガン出てくるんですよ。本当に世界最高峰でした、素晴らしかったです本当に。もう本当ずっと聞いてたいっていう感じですね。うん、まあちょっとね、ゲストでなんか日本人の女のサックスプレイヤーが来たんだけど、まあ、これがいなかったらもう最高だったんですけど、まあそういうので非常にその僕も世界最高峰を堪能しまして、でさあ帰るか、もう平なんか好きあらばさ握手してもらおうみたいなね、そんなノリでもう結構間近なんで、なんかいい感じでとかいうの形でね、花道帰るところとかね、機械室帰るところとか狙えないかなと思ってやってたんですけども、それは無理だろうというふうに思ってたら、帰る間際に、はい、これから、サイン会をやらさせていただきます、サイン会と握手会をやりますので、グッズを買っていただければみたいな話で、いや、買えば握手してくれんのって言ってね、サインと、うん、ね、サインと、でそのねグッズもね、ビルボード東京のグッズを買えばいいんで、賞味ね500円とか800円だったんですよ、全然そんな高いもんじゃない、うん、ね、スケッチブックみたいなんで、ほんでそこにサインしてもらうっていうね。面白い話、面白いのがあって、サインは無料なんだけど、不届きな輩はですね、コースターとかあんなにしてもらおうってするやつがいるんですみたいなんで、はい申し訳ありません、コースターとかそういったものにはサインいたしませんのでとか言われてね、えほんでザーッ並んでたんですよ、うん、ザーッと並んでた。ほらね、面白い現象がありまして、あれぐらいのね、そのなんかハイソな感じのライブ会場ですので、クロークがあるんですよね、荷物預かってくれる。ほんだね、パッとその荷物預かってくれるところを見たら、ずらーってベースが並んでるんですよ。これどういうことかっていうと、その巷のベーシストで、平曰く有名な人も結構いたらしい、俺は知らないけど、がみんなスタジオにそのなんていうのかな、練習のリハーサルの後とかライブの後とかそういうようなの帰りに来てるんですよ。だからクロークにベースを預けてて、ずらーっとベースが並んでるんですよ。ほんでそのベースがずらーっと並んでる中でサイン会ってなった時に、そのベーシストがずらーベース持って並んでるんですね。面白かったですね。ほんでね、僕も一応まあそれだったらね、やっぱりみんな大好き田川寛太ですからね、世界最高峰のベーシストと田川寛太の対談および写真ツーショットっていうのは笑えるなと思ってやったんですけど、写真撮影はダメだったんですね。うん、でサインとちょっとしたお話はいいですよっていう話で、うん、だから田川寛太はですね、
もう平なんかブルブル震えてるんですよ。そりゃそうですよ、神様だと思ってる人がそれと握手して会話できるっていう、僕そこまで思い入れないんでみたいな感じでね、僕の順番が来たんですよ、うん、ほならはい、サンキュー、ベリー、ね、非常に、うん、ナイス、グッド、グレート、ね、テクニック、ベリーサンキューって、ね、サンキューベリーマッチって言って、おう、いや、ありがとう、サンキューって向こうも言ってて、ね、で、マイサンウィズ、ルーキーベーシストって言ったら、おうって言って、うん、それで、ね、彼はあなたのこと、ね、いわが、ゴッドベーシスト、神様だと思ってるよって言ったら、リアリー、本当って、サンキューって言って、本当に握手してもらったんで、ペラペラ結構喋ってたんですよ俺はね、世界一の人と平あいつ今結構英語喋れるんですよね、もうサンキューベリーマッチみたいな感じで、あでもあいつうちの息子185あるんですよ、身長がぬーっと前立った時に世界一のベーシストがおーって言ったっていうベースとかそんなんでビビらしたんじゃなくて、やたらでかいっていうので、ビクター・ウッテンをビビらしたという、ただそれだけの収穫というね、非常に笑える状況だったんですけど、まあでも本当に世界一のものに触れるっていうのはいいことだなっていうふうに思いましたね、うん、ということで皆さんもですね、非常にもしチャンスがあったらですね、聞いてみたらいかがでしょうか、ということで、はい、ということで、今日の場所なんですけど、その4月1日にですね、結構もうアホな奴らに絡まれまして、うん、結構ね、なんか逃げるなとかね、なんかいろいろ言われたわけですよ。で、一人回帰大作戦もう全然一人じゃねえじゃねえかよ。まあそうなんだけど、うん。で、逃げてばっかりじゃねえかよ。おぉ、みたいなね。なんか、うわぁ、言われまして。なんだよ、って。うん。やってみろよ、一人でよ、とか言うのでね。一個、そいつが言うにはですね、一個なくなったのが、神社、廃神社があって、その先にまた神社があって、左手になんか音が聞こえて、それを逃げてきた、これ本当にこれやばいやばいって言って逃げた回あるじゃないですか、あれを行けっつうんですよ。おーおー怖いじゃねえかよみたいな話なんですけど、まあそのやつらにとってはそういうところ行けっていうわけですよ。もうちゅうことですね、本日ちょっと風邪気味という感じもあり、そこに行かさせていただきます。その謎を解くじゃないんですけれども、ヨシがいないとね、本当に道を平気で間違えてしまう、ごめんなさい、それでいいのか、うん、ね、そこに今日行きたいと思います。うん、まあそんな感じでね、大変ですよそれ本当に。なんかその前は前後編に分けたじゃないですか、うん、なんか前後編に分ける価値はありませんねとかね、なんかいろいろ言われて腹立ってね、イライラするから、じゃあ行ってやるよみたいなのが、今回でございます。さて今日ちょっと風邪気味でね、ほんと、うん、最初は花粉症かなと思ったんですけどね、どうやら風邪っぽいですねこれは。ということで、まあ頑張りたいなというふうには思っているんですが、今ね、実はそのあんまり数字のことをこだわるのやめようみたいな話にして、今まで見てなかったんですよ全然、うん、で2月なんであんなに売り上げ少ないの2月異常に少ないっすよ、なんだこれって言って、もうやめちまうかみたいなノリぐらいの、で3月戻ってんですよね、
何があったのかちょっと全然わかんないんですけども、パッと見たらね、ドワンゴのあのよく売れてる動画俺2位に入ってんじゃないですか。みんなね、これ2位に入ったからって監督すげえって言うなよ。あれ本当にどうなってんのっていうぐらいひどいんですよ今。真面目な話、あれ2位って言ったって全然ダメな2位だからな。ほんとびっくりするぐらい人いないんだよ。なのでちょっとほんとみんな頑張ってくれ。もうこれじゃできねえよっていうぐらい大変なんでございます。ほんとなのでね、皆さんのお力を借りつつ、本当に吉がいないと道がわからない、っていうので、あの2位と言ってもこんなんで2位ってはダメだってみたいなね。今ね皆さんね、本当にあのニコ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 、あのこっち大丈夫なのかな、こっちなのかな、どうなんだろう、全然わかんない。あの今にニコニコ始めたらね、多分皆さんもあっという間にガチシリーズみたいな感じの数字上げれますよ。余裕っすよあんなの、ほんと。で聞いたらドワンゴとアベマ TV 提携って言って、お前らそんなんじゃねえだろって言って、ねえ、ちょっと近いうちに本当にもう一回ドワンゴ行ってこようかなって言って、そのドワンゴ行ってね、あんたら何考えてんの。でもね俺ね、こういう風に今有料課金で2位とか取ってるわけですよ、ガンガン。ほんならさ、ドワンゴさんもさ、アベマ TV 俺出してみたらどうだと。そのガチシリーズっていうのをね、あのガチシリーズっていうのをアベマ TV の深夜とか、ね、あんなんでいいから一回やってみませんって言って、売り込んでくれよと。実はアニメ並みの、その人気なんコンテンツなんですって言ってね、やってくれりゃさ、こっちもちょっと張り合いがあるんだけどさ、結構頑張ってると思うよ。ねえ、売れないのは俺も含めてなんだけど、俺らが悪いんだからね。頑張っても我が暮らし楽にならずね、そっと手を見る、ね、っていうような感じなんですけども、ゴルフがやりたい。さて、ということで、今日はリベンジマッチでございます。あの音が一体何なのか、あの先の建物は一体何なのか、それをちょっと調べに行く、っていう回でございます。前回何にも全然覚えてない恐怖のね、なんか磁場といいますか、なんかそんな感じだったんですけど、あそこら辺は十分なんかこのオートバックス俺見覚えあるな、左だな、じゃあというような形でいきたいと思います。こっから先は有料でございます。後半もお待ちしております。